ジョン・クリストファー・アライリーはアメリカ合衆国入りのイシューシカゴ出身の俳優である。父親はアイルランド系、母親はリトアニア系で6人兄弟の5番目。8歳からアマチュアの舞台に立っていた。グッドマン・スクール・オブ・ドラマで学んだ後、スティッペン・ウルフ・シアター・カンパニーのメンバーとなる。映画デビューは1989年のカジュアリティーズで以来脇役として、 多くの話題作に出演。特にポール・トーマス・アンダーソン監督作品の常連として知られている。シカゴでは歌声も披露した。この役を得るために歌っている姿を自分でビデオに撮って監督のロブ・マーシャルに送ったという。この作品でアカデミー賞助演団優勝にノミネートされた。舞台にも出演しており、フィリップ・シー・モア・ホフマンとの二人舞台、トゥルー・ウエストは 高い評価を得て、トニー賞にもノミネートされた。2005年には、テネシー・ウィリアムズの、欲望という名の電車に、スタンリー役で出演した。1992年に、プロデューサーの女性と結婚、息子が二人いる。ありがとうございます。